こんにちは、加藤博明です。今日は治療用アプリというような話をしていこうかなというふうに思っています。今日のタイトルは、これだけは知っておきたい治療用アプリ、アプリを処方するというようなタイトルで話をしていきます。アプリを処方するっていうような話を、なんとなく聞いたことあるような人いるかもしれないんですが、簡単に言うと、スマホのアプリを、しん、あの疾患の、治療のために、医師が患者さんにこのアプリ使ってくださいよっていうことで出して、そして治療に役立てていくというようなものが、治療アプリなんですか、そういうような、治療アプリというものの整理をしていこうかなというふうに思っています。ではお願いします。まず治療用アプリとは何ですかというと、まとめさせてもらうとこういう感じです。患者さんの意識や行動を変えて、行動変容ってこういうこと言いますけど、行動変容を起こして、生活習慣などの改善によって治療効果を得るアプリのことを言うというふうに定めさせてもらいました。患者さんにしっかりアプリを使ってもらうことで、こう意識とか行動が変わっていって、そして、しっかり治療に対する効果が出るというようなアプリのことです。で、一番今日大事なこととしては、この治療用アプリは何かというと、医療機器だよと。いうようなことになっていきます。医療機器だと何が、結構問題かというか、何がポイントかというと、そこを作る、このアプリを作る企業っていうところは、主体となる企業っていうのは製造販売業だったり、あとアプリ作るとき製造業だったりとかっていうような、業許可が必要になってくるようなものになっていくんですね。なんで、治療アプリとして病院で、医療機関で、このアプリを使うことでしっかり治療効果がありますよっていうふうにするようなものは医療機器に、該当してしまうっていうことになっていきます。この治療アプリ、どういうふうな発想から出てきているかというと、今までの治療っていうのは、薬だったり、手術だったりとか、処置だったりっていうことで、治してきてるんですけど、今は現状、こういう形なんですけど、薬っていうのは、薬理学的な治療の方法で治していく。手術とか処置っていうのは、解剖学的に、悪くなったがんのところを切ったりとか、して治していくというのが今までのこの治療です。この、治療アプリっていうのが、今から、まだ日本では、使える現状ではなく、今から今後使えるようになってくるというか、今年今から盛り上がってくるだろうなと思うので、この動画を、今のタイミングでやってるんですけど、治療アプリっていうのは生活とか行動に、患者さんの生活とか行動にアプローチをして、そして治療に、つなげていくというようなものになっていきます。なんかこの、アプリだけなのに、なんでこういう医療機器に該当したりするんだと、医療機器になったりするんだっていうようなところになっていくんですけど、これはこういう法律聞いたことあるか、聞いたことあるかもしれないし、聞いたことないかもしれないんですけど、薬機法という、法律があります。医薬品医療機器等法というようなものです。もともと薬事法という名前だったんですけど、2014年にこの法律の名称が変わっています。2014年に法律が、改正されて、そしてこの薬機法というものでは、医薬品とかハードウェア医療機器、CT とか MRI みたいなものを想像してもらったらいいと思うんですけど、物がこうあるような医療機器に加えて、ソフトウェアも、規制の対象になったのがこの2014年の、法律改正になっています。この下の法律の概要の2の括弧3っていうところを見てもらうと、黄色囲みしたんですけど、診断等に用いる単体プログラムについて医療機器として製造販売の承認認証等の対象とする。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、ソフトウェア、アプリとか、サービス、ソフトウェアサービスですねっていうところも、これが規制の対象に、医療機器の対象になったよと。海外、諸外国はもう前々からそういうふうになっていたんですけど、2014年に日本もなったということで、先ほどのアプリっていうところもこういう医療機器の対象として、なるようなものになっています。これはちょっと医療機器ソフトウェアのイメージなんですけど、もともと製品 A って書いてるような、汎用のパソコンで、何かしらこうプログラムが入ってるようなものが、医療機器というふうになっていたんですけど、今製品 B っていうことで書いてるような、この CDR みたいなんで焼いてるやつだったりとか、あと回線を通して提供されるようなもの、こうアプリとかだったら、今回アップストアとかで、ダウンロードしたりとかっていうような形で提供されたりするようなものになっていきますが、そういうようなものも医療機器に当たります。医療用ソフトウェアに該当しますよというような話になっています。
では、実際具体的に、日本において治療用アプリを、まあ、自社開発しているような状況というのはどうなのか、これをちょっと整理させてもらうと、まあ普通に、ウェブでの公開データをこう普通にググってるだけのものなんですけど、QApp、サスメド、大きく4社、今ベンチャーとかではリリースが出ているものではあります。 QApp と、サスメド、QApp が、日本で一番最初にこういう治療用アプリを開発を始めていて、QApp では禁煙のものだったり非アルコール性、脂肪肝のナッシュだったり高血圧の治療用アプリを今開発中です。まだ承認のところまで行っているものは治験が、禁煙のアプリの方は終わったということで今承認申請出しているっていうような現状なんですけど、今このような、ものがまだ1個も、まあ、使われ医療現場で使えまあ、研究以外では使えないんですが、まあ、こういうものが開発されている。サスメドも、不眠症の、治療用アプリを、開発しています。その他にウェブで、ググっていくと、あと2社、ライフクエストという会社が、ここは軽度認知症だったり、ギャンブル依存症、あと内科系の慢性疾患というようなことで、まあ、ウェブでググっていくと引っかかってきます。またセーブメディカルという会社も、日本初の2型糖尿病患者向けの治療用スマホアプリ、医療機器クラス2の開発というようなことで、検索で引っかかってくると、まあ、こういうようなところが今自社開発をしているというような段階になっています。その次、日本における治療用アプリの開発状況、さっきの自社開発とどう違うんやっていう話なんですけど、海外でもう承認、海外で使われているようなものを、製薬企業とかは日本に持ってきて、そして、まあ、日本の、承認申請を通そうとしているようなもの、そういうのも合わせて、今日本における治療用アプリがどういうような状況かというのを一覧にすると、こういうものになっていきます。まあ疾患としては、今話をしていたような禁煙とかナッシュ、とか、不眠症、高血圧のほか糖尿病、あと ADHD だったり自閉症スペクトラム症、ASD、あと、まあ、ギャンブル障害、MCI は今、先ほど話したと思います。それをちょっとプロットしていくと、こういうような形になっていきます。QApp、サスメド、あと、セーブメディカルとライフクエストの他に、この糖尿病のところで、ウェルドックっていう、まあ、これも、海外の会社ですが、アステラスが、まあ、契約を交わして、日本で、この糖尿病の治療用アプリとして、今、開発を進めています。そしてこの ADHD と、自閉症スペクトラム症 ASD なんですけど、これも海外のアキリというような会社が、これが塩野義製薬が、契約を交わして、で日本では塩野義製薬がこの、ADHD と ASD の治療用アプリの開発を、行っている、まあ、承認申請の方を、進めていくような、研究を行っているような形になっていきます。実際海外で、販売されているようなものっていうのはどういうものがあるかというと、この右側の方に書かせてもらったんですけど、こういうような形で、今海外で販売されているようなものが出てきます。禁煙とか糖尿病、肥満、COPD とか、物質依存障害、不眠症というような形になっていきます。では実際に治療用アプリって、まあなんか、まあ、アプリで治療するって、まあそれ使っていくとなんか治療用効果があるようなもんなんかなっていうふうになんとなく、まあ、思われていると思うんですけど、まあ、実際どういうふうな形でそれが現場で使われるのかっていう、まあ、イメージをちょっと話をしていこうと思うんですけど、まあ、通常の診察っていうことで、まあ、患者さんと、まあ、医師が話を、まあ、治療の話をしていく中で、ではあなたには、アプリを処方しますと。でこのアプリで、を使ってもらうことで、病気を、まあ、よくしていくというか、病気を、まあまあ、治していく治療に、まあ貢献するようなものとしてこのアプリを使っていきましょうというような話をしていきます。そうすると医師はどういうことをするかというと、まあ、治療用アプリをまあ処方しますよね。その後処方用コードというものを発行します。処方用コードというのを発行して、そしてじゃあ患者さん側はどういうことをするのかというと、治療用アプリこのアプリですよっていうのを例えばアップストアとかからスマホにダウンロードしてもらうと。けどなんかアップストアだったら誰でもダウンロードできちゃいますよね。そしたらそれが、まあ、しっかり、それは、まあ、誰でもかんでも使えた、誰でも、使えると、まあ、よくないので、なんで医師が発行した処方コードというものを入力することで、そのアプリにログインが、
初めてできるようになると。そして、まあ、その、誰々さんって、処方した人の、が使ってるっていうことが分かるようになると。で、実際に使っているときは、アプリで、まあ、体調の、記録をしていったりとか、まあ、デバイス連携とかして記録が自動されたりとか、そういうようなものだったり、あと、このアプリから、治療の継続的な、診察しているとき以外にも、治療の指導をアプリから受けることができるというのが、治療用アプリの、まあ、処方のイメージになっていきます。この治療用アプリ、今、まあ、概要というかイメージをお話ししたんですけど、じゃあメリットってどういうことがあるのかというような話をしていくと、例えば、通院のところ、まあ、今までの通院っていうふうに書いたんですが、今までの通院、こう、まあ、こう対面してこう診察をしているような、形なんです。まあ、いつも病院に行って、一番最初、まあ、診察しました。そしたらまた1ヶ月後来てください。2ヶ月後来てください。3ヶ月後来てください。みたいな形で月1回ぐらいこうやって診察をしていくという形なんですけど、その治療と治療の、まあ、病院と病院行く間とかっていうのは、まあ、病院行ったときはしっかり治療しなくちゃいけないな。例えば禁煙とかであっても禁煙しないといけないなと医者に、まあ、医者の先生と会うと思う。思ったりするけど、だけど家帰ってくと、うん、ちょっと心がこう、やっぱタバコ吸いたいな、みたいな形になったりするというようなことで、こういう病気の、通院した時だけはしっかり意識していくけど、やっぱその、他の時っていうのがちょっと弱ってしまいますよね、というようなところで、これ、治療の空白期間、なんじゃないかというような形で、話がされていたりします。治療空白って呼んでいたり。とかっていうふうにも、されると。でも、本来的には、こういう、まあ、保険診療で、管理料っていうようなものが、まあ、あったりするんですね。ちょっと難しい話なんですけど、管理料っていうようなものは、この対面して目の前の患者さんを見てるときだけについてる診療報酬じゃなくて、この、空白時間っていうふうに、まあ、あえて表現してるんですけど、患者さんが家にいるときも含めての、管理料っていうことで診療報酬っていうのは取られていたりする。ですが、まあ、実際だけど、まあ、そういう診療報酬の立て付けと、まあ患者さん自身が病院行ったらやっぱり頑張ろうって思うけど、だけど、うん、やっぱり家にいるときっていうのは薬飲んでねっていうけど、やっぱちょっと忘れちゃったりなみたいなことってありますよねっていうところが、まあ、治療の、まあ、あたかもこう空白みたいな形になってしまってるっていうのが今現状じゃないのかなということなんですけど、この治療用アプリのあるような通院になっていくと、まあ、同じように初めて会って、そして1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目っていうふうに、例えば診察、病院に行くときっていうのは対面で変わらなかったとしても、その間をアプリで、患者さんに対して、まあ、患者さんの症状の記録もしていくし、そしてその患者さんの、にアプリからちょっとこういうふうなところ、知識足りないんじゃないとか、こういうふうな、ことをやってみるといいよとかっていうことで、あたかも、まあ、家に、まあ、医師を持って帰ってるとか、スマホに医師がいるような形で、しっかり治療が、まあ、継続できるというような形になっていくんです。なのでメリットとして、一つはもう24時間365日、継続的に治療が行えるようになる。っていうことで、こういう空白の時に、まあ、ちょっと気持ちがだれてしまったりとか、ちょっと脱落してしまったりっていうことがなくなるんじゃないかっていうことで、まあ、治療の質とか、治療効果が上がるんじゃないかっていうことが考えられていたり、もう一つ、こういうアプリで記録をするんで、その記録、まあ、いつも病院に行った時にどうでしたかみたいな話聞かれると思うんですけど、まあ、そのアプリに記録された経過も、医師はこう確認しながら、まあ、こういうふうにこの1ヶ月間過ごしてきたんですね。そういうような経過をしっかり確認して治療ができるので、まあ、診療の効率としても上がるんじゃないのかというようなことが治療用アプリのメリットとして考えられています。実はこういうような治療用アプリに関して、まあ、日本の結構、まあ、最上段にあるような、健康とか、まあ、医療ヘルスケアの、戦略なんですけど、健康医療戦略というものがあって、これが、今年の3月27日に閣議決定されているんですけど、まあ、詳しくは実は、まあ、こういう PDF で公開されているんですが、詳しくは動画が、ちょっと前に、これが一番大事、健康医療戦略っていうことで書いてあるのは、これ、まあ、いい動画なので、また見てもらったと思うんですけど、この、プロジェクトとして、こう、6つあるんですね。この6つのプロジェクトの中の、この2番目のところの、医療機器ヘルスケアプロジェクトというところで、この治療アプリ、治療用アプリが登場しています。この2番目の、医療機器ヘルスケアプロジェクトというところなんですが、まあ、日本が今、向こう5年間、
こう、まあ、医療とか健康医療の領域に関してやろうとしているようなところの中でこの医療機器ヘルスケアプロジェクトとあるんですが、その中で、まあ、仮説引かせてもらったんですけど、診断治療の高度化のための、医療機器システム、医療現場のニーズが大きい医療機器や予防、高齢者の QOL 向上に資する、医療機器ヘルスケアに関する、研究開発を行うということが、この5年間の、まあ、目標として、なっていたりします。でその中でこの2番っていうところを、まあ、下見てもらうと医療機器プログラム治療アプリとっていうふうに書いてあるんですね。ということで、この、まあ、あの治療アプリ、まあ、治療用アプリっていうところが、どうし、まあ、あのこの国としても、今から、まあ、一つ力を入れて、領域として、まあ、あのまだまだ今、何も、まあ、使えるような状況じゃないですが、あの進めていこうというふうにしているようなものになっていきます。まあ、あのすごい雑談ですけど、一番下でここはあの治療アプリって書いてるんですが、今までずっとスライド、見返してもらうと治療用アプリっていうふうに書いてるんですね。実は治療アプリ、この下の治療アプリっていうのはあの、今あのベンチャー開発で登場してたキュアアップが、商標を取ってるのが治療アプリっていう単語なんで、まあ、ここを本当は治療用アプリにしなくちゃいけないんじゃないかとかっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、あのそういうふうにちょっと用語とかっていうのとかもあのまあ、意識して見てもらったりすると面白いなというふうに思っています。はい、今日の、まあ、この話のまとめになっていきます。治療用アプリ、まあ、ちゃんと用ってつけてますよね。まあ、あの治療用アプリは、医療機器に該当します。まあ、あの患者さんの疾患の、まあ、治療に、対してあの効果をちゃんと出そうっていうようなものなので、医療機器になっていくと。で、まあ、これから、さっきの健康医療戦略にも書かれのあの、まあ、計画にも書かれているように、これからさらに、伸びていくことが期待される領域ですよということです。まあ、今からあの今年まだ、5月以降とかも、リリースとかが、いっぱいこの治療用アプリ、出てくるんじゃないのかなというふうに、思っています。2つ目として治療用アプリによって、医療の質、治療効果の向上とかあと、診療の効率の向上っていうのが考えられています。最後3番目として、治療用アプリだけっていうような感じではないんですね。まあまあそういうふうにして使うっていう場面もあるかもしれないんですけど、まあ今は既存である薬っていうところと、治療用アプリを組み合わせることで、患者さんの治療にさらなる貢献ができる可能性があるっていうふうに考えています。まああの、例えば一番最初のスライドかな、2番目のスライドぐらいで出しましたけど、薬と手術って、まあ、あのしっかり、まあ、使い分けじゃないですけど、薬だけあったら手術しなくていいとかってそんなわけないですよね。薬も場面もあるし手術の場面もあるというようなのと一緒で、例えばあのこう内科的疾患であっても薬を使う場面もあったら、そしたらこれは治療用アプリも使う場面もあるし、両方を使ってさらに患者さんの治療に貢献できるんじゃないかというような形で考えられているようなものになっていくので、ますますちょっと今からあのこういう治療用アプリの話題って聞いてくるかなと、まあ、あのメディアとかでも聞くかなと思いますので、そういう時にまた、ちょっとまず基本としてこういうところを知っておいて、まあ、これだけまず知っておいてもらうと、そういうところが分かっていくんじゃないかなというふうに思って、今日はまとめさせてもらいました。はい、では今日は以上になっていきます。ありがとうございました。